松永俊之はフリーアナウンサー、パーソナリティ、埼玉県埼玉市出身、株式会社松プロ代表取締役社長、実刑は元 TBS アナウンサーの松永国久。国学院大学在学中からアナウンサーを志し、卒業後の1969年に北海道放送に入社、子供向け番組や、 スポーツアナウンサーを担当した後、1978年から1990年にかけて HBC ラジオでラジオファミリー杯、松永俊之です。出たと小松ちゃんを担当。テレビでは午後のワイド番組パック2の司会を務める。主婦向け番組ではリスナーからの人生相談電話を受けるなど珍しい手法が人気を呼んだ。 1976年12月29歳の時通勤途中に腰の激痛から股関節アダッキューと追間板ヘルニアの診断を受け手術と9ヶ月の休養を経て復帰するもその後歩行には松葉杖を伴うようになりスポーツアナウンサーを断念し主婦向けの番組に専念する自身のホームページなどの自己紹介には日本でただ一人2本の杖をつくアナウンサーと 記載している。その後1978年から12年間担当した、ラジオ番組、ラジオファミリー杯、松永俊之ですで、リスナーから寄せられた、留守番電話メッセージや手紙に丁寧に答えたことから、好評を得て、奥様のアイドルの異名を得た。ラジオ、出たとこ松ちゃん。テレビ、パックにの終了後は、おはよう。松永俊之です。ありがとう。 松永俊之です。松永俊之の土曜花盛りなどラジオの朝、ワイド番組を主に担当した。2007年4月に HBC を定年退職してフリーアナウンサーとなる。2017年より HBC ラジオで松永俊之ミュージックコレクションを担当。自身の闘病体験から長年続けている講演活動、紙芝居ボランティア。 旅行ツアーバスツアーの企画、ガイドを行う。2019年2月には、皮膚癌の手術を経て、3月に50年を区切りとして、松永敏幸ミュージックコレクションを終了し、アナウンサーを引退、福祉施設での紙芝居ボランティアに専念する。特技では、ノリトが創造でき、大学時代には、新党の勘主資格を取得している。ありがとうございます。